皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。最近ガソリンが上がったり物価が高騰したりしてるじゃないですか。たまにはやっぱり節約したい時ありますよね。そういう時に、使える激安弁当を今日はご紹介させていただきます。Wow.今回ラムーで買ってきたのはこちらの3つの弁当にしました。とりあえず1個ずつちょっとずつ試食していきたいと思います。まずこちらは旨辛チキン弁当になります。で次こっちがデミグラスハンバーグ弁当になります。美味しそうだよね。でこちらがサバ弁当ですね。出来たて買ってきたんでとりあえず温めないでそのまま食べてみますね。じゃあまずハンバーグからいってみますね。なんかこんな感じ、めっちゃうまそう。いただきます。いただきます。いただきます。おいしい。スパゲッティも嬉しいですね。旨辛チキン食べてみますね。これね、旨辛チキン、マカロニサラダ、焼きそば、旨辛チキン、ご飯とあと漬物になります。漬物少ないね。漬物これしかないんだ。いただきます。でかいよ。結構でかい。旨辛チキンはこんな感じ。結構でかいね。いただきます。いただきます。うん、おいしい。鶏肉がね、めちゃくちゃ柔らかいんですよ。めっちゃ柔らかい。そこまで辛くないの。焼きそば結構量もありますね。普通にこの弁当1個となんかお味噌汁みたいなやつがあれば全然お昼過ごせると思います。しかもね、ラムめちゃくちゃ安いんですよ。私はいつもカフェオレみたいなやつ買ってるんですけど、それもめちゃくちゃ安いし、あとね、たこ焼きも6個入りで100円とかなんですよ。ソフトクリームも100円とかで、マジめちゃくちゃ安いね。あそこはよく使ってます。結構でお腹いっぱい出てきた。で最後はサバ弁当をちょっと食べてみますね。いただきます。なんかね、本当全然倍の値段ぐらいしてもいいと思うぐらいクオリティは高いです。ご飯も美味しいしね。値段考えるとコスパめちゃくちゃいいと思います。俺のおすすめは旨辛チキン。この旨辛チキンはめちゃくちゃ美味しかったですね。マジでこれ当たり。これで200円はマジ安い。今おにぎりだって200円するでしょ。そう考えるとめちゃくちゃ安いよね。正直弁当3つは俺食べきれないんで、で夜食べますね。サバ弁当のサバ抜きはこれ夜食べます。ちょっとさすがにこれ全部食えねえわ。ハンバーグも夜食べよう。ハンバーグも夜食べます。ちょっとね、
さすがに全部食べきれないんでね。こちら美味しかった一番美味しかったやつ食べます。いや今月は使いすぎたなっていう時あるじゃないですか。例えばパソコンを買ったりだとか、新しいゲーム機を買ったりだとか、結構今スマホとかパソコンも全然高いんで、たまにはねちょっと食費を抑えようかなっていう時はいいかもしれないですね。さすがに毎日は飽きるかもしれないし、まあ、体にも良くないんでおすすめはできないですけど、たまにね食費を節約したいっていう時にはめちゃくちゃおすすめだと思います。特にね一人暮らしの人とかね、一人暮らしだったら下手したら自炊とそんな変わんないんじゃないかな。自炊と同じぐらいの金額でもしかしたら作れるかもしれない。最後の一口いただきます。いただきました。ごちそうさまです。美味しかった。最後までご視聴ありがとうございました。また新潟のおすすめのお店があったらご紹介させていただきますね。またね。